さん、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯は、いろんな軍艦と豚汁、それとね、おにぎり、梅にぎり、あっちゃん特製のね、あっちゃんが作った梅干し、酸っぱい酸っぱい梅干しと、梅干しにぎり、それとね、マカロニ、マカロニ、サラダスパゲティ、サラスパ以上で食べましょう。じゃあ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの晩ご飯いただきます。あっちゃんが作った軍艦、軍艦寿司、料理食べましょうと、豚汁、豚汁に七味をかけて、お寿司に、お寿司にね、ちょっとお醤油をかけんねんけども、都度かけていこうか、ね、ではいただきます。まずね、豚汁、うまい、豚汁はうまい。ちょっと辛味サラダ、うんね、卵からいこうか。卵はちょっとね、醤油かけよう。卵とね、納豆は醤油かけるわ。あとは醤油、あ、これ山芋、これだけ醤油かけよう。いただきます。甘くない卵、うん、不思議だな、あんまり卵苦手でいい、うまい。でも軍艦結構好きでね、ここが好きしか、お寿司が好きでね、軽くね、寿司飯調合して軽く寿司にするってのはありやと思う。で、次はシーサラダ、うまい、うん、シーサラダっていうか、大きい貝サラダ、一日レース三昧やって、ゆるい翌日を、食事は休日を過ごしましたわ。で、今日はちょっと早めね、予定を終わらせてしまうもんね。早めからご飯仕掛けてんけど、寿司握っとったらまあまあええ時間になって思ってね、まあいいけど、山芋と卵、うずら、山芋うずらがまたうまいね、うん、これはうまい、うん、間違いないね。タコバユ、豚大きかった、豚の上に七味のっとって喉もやられた。ホーバーって食べるのがうまいよね。だから国とかで売ってないけど、口いっぱいホーバーの方がおいしい、うん、寿司なんかでも一口いくのが一番いいよね。うん、あっちもちゃんまんまないな、あさり、ナスビちょっと塩かけようかな。ああ、ちょっとだいぶかかった。
うまいね。うん、おいしいね。今日ね、何もしなかったよ。まあ、夕方ぐらいまで。夕方ぐらいまでレースに撮ったね。ね。夕方からちょっと飛行機出かけてきて。ね、今やねんけどな。ちょっと今日は、最近夜が眠いから、ライブ早うしようと思ってね。同じかな。ちょっと早めにね。お口してんけどね、間に合うかな。夕方、なんか、出かけて、帰ってきてからね、晩ご飯炊けるまでの間に、ちょっと裏チャンネルの動画作ってたよ。いつもやった裏チャンネルの動画は夜ね、寝る前、ライブ終わった後に作るんだけども、最近眠たいから、できへんから、早めにしようと思って、夕方からやっとって、ね。ね。でも住宅密集地で、ね、模型の色塗られへんから、ちょっとね、出かけて、近くのね、広場があって、その広場に乗ってて、だから部屋で、ね、磨いとんねん。そうすると匂いもせえへんし、ええ散歩にもなるしね。納豆なんか間違いないね。レモンに食べられるかな。結構お腹いっぱいになった。ちょっと食べたいな。いや、置いとくかな。ちょっと多いね。置いとく。みーちゃんにお供えした梅おにぎり食べるわ。もらうで。はい、パンツちょっとだからね、ちょっとカットしましょう。ちょっとみーちゃんのね、ちっちゃいおにぎりをね、梅干しおにぎり作ってお供えしてるの。これいただきます。酸っぱっ。みーちゃんね、こういうほんまにおばあちゃんがつけたような塩分濃度 20% とかぐらいの濃いね、しょっぱい梅干しが好きでね。あっちゃんも好きだよこれ。あー、しょっぱいわ。うん、100年ぐらいほっといても食べへん梅干しやね。薬になる。まだつけてあったの4年目か。あかんけど、今年はつけたいなと思ってんだけどね。梅酒も賞味だけど梅が高いからな。なんか梅くれへんかな。
あ、豚汁おいしい。ね、完食しました。美味しかったです。ごちそうさまでした。今日のあっちゃん家のね、お家はね、軍艦、あっちゃん特製の軍艦と、豚汁でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。あっちゃん家の晩ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。じゃあ、またね。バイバイ。毎日暑いね。